たった3枚のアルバムで音楽シーンを塗り替えたバンド、ニルバーナ。今回はボーカリスト、カート・コバーンの出生から彼の死によって解散するまでを見ていきましょう。全盛期のメンバーは、ボーカルギター、カート・コバーン、ベース、クリス・ノボスリック、ドラム、デーブ・グロールです。ボーカルのカート・コバーンは、1967年2月20日、ワシントン州アバディーンで、自動車整備工の父と、ベイクルスの母の間に生まれました。家族団らん、楽しいな。ビートルズが大好きで、絵の上手な子供だったそうです。絵描くん、好き。やった、ビートルズのレコードおばちゃんに買ってもらえた。1975年、両親が離婚をしたことに精神的ショックを受けてしまいます。あかん、しんどい。一度は母親に引き取られましたが、母親はカートが手に負えず、父親の元へ連れて行きました。父親とトレーラーハウスの中で暮らす中、ブラックサバス、レッド・ツェッペリン、エアロスミスを聴いたことが、自身の音楽に強く影響を与えました。どうや、息子。かっこいいやろ。ちょ、お父ちゃん、むちゃやばいやん、この音楽。かっけー。しかし、父親が再婚し、新しい家族ができると父親との関係も悪化しました。カートは父親の元を離れます。親戚や祖父の家などを転々としましたが、どこも馴染めませんでした。中学2年の時、母親の元で生活することになりました。学校では友達を作らず、図書館で本を読みながら過ごしました。その中でウィリアム・バローズの著書、裸のランチと出会います。この本は、カートの人生観とニルバーナの歌詞に大きな影響を与えました。なんか、おもろいやつおらんし、なんかめんどくさいし、レスリングの部活始まるまで本読んどこ。カートは、家にも学校にも居場所を見つけられませんでした。ああ、家にも帰りたないし、今晩はここで一夜過ごすかな。よし、じゃあちょっと寝てみるか。うん。もうちょっとあった毛布も使って。てか寝れるか、寒すぎるわ。カートがハイスクールに通っていた頃、パンクバンド、メルヴィンズのリーダー、バズ・オーズボーンと出会います。あ、どうも、バズさん。カート・コバーン言います。よ、俺、バズ・オーズボーン、よろしくな。カートちゃん、ちょっとこの、俺の作った、パンクロックオリジナルミックス、聞いてみ。やばいよ。バズ・オーズボーンからもらったテープを聞き、パンクロックに興味を持ちます。やべえ、パンクロックやべえ。高校のクラスにパンクロックを共有できる友人はいませんでした。なんつうか、こいつらパンクとか好きじゃないんやろな。友達できねえ。カートは上級生でパンクロック好きなクリス・ノボスリックと出会います。クリスの音楽趣味に共感したカートはバンド結成を持ちかけますが、断られました。あ、なんかクリスパイセン、パンクロック好きって聞いたんすけど。あ、好きやで、それが。いや、自分もパンクとか好きなんすよ。よかったらバンドでも一緒にやらんかな思って、この人見知りの僕が声かけてみたんすけど。いや、遠慮しとくわ。ほんますか。あ、いやもう気にせんといてください。じゃあまた、すいません。高校を卒業するにあたり単位が足りないことが分かり、学校を中退します。加藤君、惜しいねんけど、足りんもんは足りんねん。自分留年っす。ほんますか。あ、じゃあやめる。高校中退したカートは学校の用務員などの仕事をしていました。あ、スイースイースイーと。なんかホテルのバイト割り良さそうやったな。あっちに移ろうかな。よ、デール、頑張っていこうぜ。お、カート、俺ベースやんな。1985年、カートはピーカルマターというバンドを結成します。
ベースにデイル・クローバー、ドラム、グレッグ・ホーカンソン、カートはギターボーカルを担当しました。よし、やっと納得いくバンドができそうやぞ。おばちゃん、家貸してくれてありがとう。あんたもほんま小さい頃からビートルズ好きやったもんね。もう使い使い、おばちゃんち使い。カートとデイル・クローバーの2人はカートのおばの家でデモテープを制作しました。デイルがベースとドラムを担当しました。1986年ピーカルマターにベースとしてバズ・オズボーン、ドラムにマイク・ディラードが加入しました。カートちゃん、練習しようぜ。ところでオズボーンさん、そろそろベースのアンプ買った方がいいと思うんすけど。いやいやいや、カートちゃん、ほら俺さ、メルビンズがメインじゃん。だからちょっとそのベース、こっちでやるためのベースのアンプまではお金がちょっとな。うわー、そんな感じやったんや。うん、なんかちょっと心が。カートはオズボーンがベース用アンプの購入を拒否したことから、彼がフィリカルマターとしての活動を本気でしようとしていないと考え、バンドを解散しました。あかん、気持ち折れたわ。一旦解散しよう。カートはフィリカルマターのデモテープを友人に渡していました。そのうちの一人がクリスでした。ちょっとクリスさん、この俺がやってたバンドのデモテープ聞いてみてや。おう、ありがとう、聞いてみるわ。デモテープを気に入ったクリスはカートとバンドを結成することにしました。お、ええ感じやん、意外と。やるな、カート、一緒にバンドやろうかな。2人の最初のバンドはカートがドラム、クリスがボーカルでの CCR トリビュートバンドでした。まあまあまあ、お遊びはこの程度にしといて本格的に始めますか。すぐにカートがボーカルギター、クリスがベースのニルバーナの形ができました。ドラムはメンバー交代を経てアーロン・バークハードになりました。このメンバーでバンド最初のライブショーを行いました。さらに1987年5月のラジオ出演の演奏もアーロンによるものです。ちょ、クリスちゃん、あいつ絶対舐めてるよな。ほんま練習来へんし、首やな首。アーロンは練習に来ないなどバンドを真剣に捉えていなかったため解雇されました。いや、バカっぽい名前なんか嫌やねんな。そこでなんか宗教用語らしいねんけど、悟りの世界ちゅう意味でニルバーナ、どう？ええやん、それで行こうや。バンドは最初の数ヶ月さまざまなバンド名で活動しましたが、最終的にニルバーナに落ち着きました。カートはアバンティーンから当時の彼女が住んでいたオリンピアに引っ越しました。この時の彼女のことを歌ったのが名曲アバウトアガールです。アバティーンは田舎すぎた、やっぱオリンピアやな。よし、ここで芸術的センス磨こう。今回はドラムやって、俺任せろ。頼むわ、デル。ドラムをフィリカルマターでベースを弾いていたメルビンズのドラマー、デイル・クローバーが担当し、最初のデモテープを作成します。ごめん、カート。メルビンズでサンフランシスコ行かなあかんようになってさ。代わりのドラマー探しといたから、頑張って。じゃあね。デイル・クローバーはメルビンズのため、サンフランシスコに引っ越すことになりました。おい、どうするクリス。デールの紹介したドラマもあかんかったし、新しく入れたドラマもあかんかったし、雑誌にでも載せる？デール・グローバーから紹介されたデイブ・フォスターなどとプレーをしましたが、誰も定着しませんでした。バンドはシアトルの音楽雑誌にメンバー募集の広告を載せますが、手応えがありませんでした。そんな時、共通の友人からチャド・チャニングを紹介されました。どうも、チャド・チャニング言います、よろしくお願いします。チャドが加入して数週間後、バンドはシングル「ラブバズ」の録音に取り掛かりました。
1988年11月、シングル、ラブバズをシアトルのインディーレーベル、サブポップより発売しました。この曲は、ショッキングブルーというバンドのカバーでした。バンドに、チャドの友人、ジェイソン・ウェバーマンが、セカンドギタリストとして迎えられました。どうも、チャドの友達で、ジェイソン・ウェバーマン言います。ギターとして入れてくれるらしくて、ありがとうございます。頑張ります。1988年12月から翌年1月にかけて、アルバムのレコーディングが行われました。プロデューサーはシアトルのミュージシャン、ジャック・エンリーノが担当しました。なお、このレコーディングにはジェイソンは参加していません。なんか、ごめんな。俺ら、あんまちゃんとした仕事してないから、金ないんやわ。ジェイソン、払って、持っていいかな。ほんま、レコーディング参加してないけど、クレジットは入れるからさ。あと、ジャケットにも写ってもらっていいんで、お願いします。おい、マジっすか。わかりました。本作の制作にかかった費用、約600ドルをジェイソンが支払ってくれました。これにより、ジェイソンはレコーディングに参加していないにもかかわらず、アルバムにクレジットされ、ジャケットにメンバーとして登場しています。1989年6月にアルバム、ブリーチが発売されました。本作は、ドラムがチャド・チャニングになってからの作品ですが、数曲、デール・グローバーとの以前のセッションでの曲が収録されました。セールスは伸びませんでしたが、批評家からは好評を得ました。バンドは、ブリーチに伴うツアーに出ました。このツアーには、セカンドギタリスト、ジェイソン・ウェバーマンも参加しました。ジェイソン出た？いや、あいつ出てこいへん。あかん。なんかもう、なんでやろう。無理。ツアーの過程でジェイソンに対する不満が高まったため、ニルバーナは最後の数日間をキャンセルし、ワシントンに戻りました。障害になったことの一つとして、ジェイソンが完全に塞ぎ込んで、ほとんど引きこもりになってしまったことがあるようです。いやー、もうやめてもらうしかないやろ。うん。このツアーキャンセルが原因でジェイソンは解雇となりました。1989年11月にイギリスでシングルとして発売されたブリューは、イギリスインディーチャートで15位を記録しました。セカンドアルバムのプロデューサーやねんけど、ブッチビック君どうかなと思って、いっぺんやってみたら。あ、うっす。じゃあ、ブッチビックさんで。1990年4月にサブポップの提案で、プロデューサーのブッチビックとスタジオに入りデモを制作します。この頃からドラムのチャドとの関係が険悪になっていきました。ドラム、なんかちゃうな。音楽性の違いからチャドが脱退してしまいます。これによりブッチビックとのレコーディングは一旦保留されます。同年7月にマッドハニーのドラマダン・ピーターズとシングルスリバーを録音しました。この作品は9月に発売されました。8月に行われたソニックユースとのアメリカ西海岸ツアーの際にはデール・グローバーがドラムを担当しました。ある日、カートとクリスは、メルビンズのバズ・オズボーンとオズボーンの友人のバンドであるスクリームを見に行きました。そこで、スクリームのドラマ、デイブ・グロールのドラムに感銘を受けました。ええやろ？なあ、ドラムむっちゃうまいっすやん。ニルバーナのドラマーになるデイブ・グロールは、所属するバンド、スクリームの解散が決まっており、これからの活動をメルビンズのバズ・オズボーンに相談していました。オズボーンさん、バンド解散するんすけど、どっかええバンドでドラム探してるとこないっすかね。お、自分ちょうどええとこで声かけてきたな。あんで一つ、友人のバンドニルバーナ言うねんけど、電話してみたら。オズボーンは友人のバンドニルバーナがドラムを探していることをデイブに伝えました。デイブはメンバーに電話をかけ、オーディションを受けました。オズボーンさんからの紹介で、デイブ・グロールいうもんなんですけども、
ドラム探してるってオズボーンさん言ってて、一回ちょっとオーディションしてもらえません？デイブはオーディションに合格し、すぐにバンドに参加しました。では合否を発表します。合格です。っていうかもう叩いてすぐ合格やと思いました。はい。当時サブポップは抱えていた財政問題から大手レーベルの子会社になるという噂が流れていました。バンドは主要なレーベルにデモテープを送ることにしました。なんかな、サブポップちょっとちゃうよな。そやな、もう大手のレーベル探す。バンドはソニックユース、キム・ゴードンの助言もあり、ゲフィンレコードの子会社である DGC レコードと契約しました。お、カードちゃんどうしたん？お、あ、レーベル探してるってどうかって？うち？あ、いいで、結構わりかしやりやすいと思うで、ゲフィンの子会社やけど。お、言うとくわ。いや、今回はうちに決めてくれてありがとう。うん、もうソニックユースもおるし、こういうジャンルな、僕たちもちょっと力入れていきたいんで、一緒に頑張ろう。うっす。で、早速やでいいけど、そのレコードのプロデューサー誰にしようか、何人か候補おるけど。いや、あのデモテープ作ってもらったブッチビッグさんがいいかな思ってるんですけど、こっちの意見通んねやったらブッチさんで。はい。レコード会社は数人のプロデューサーを推薦してきましたが、バンドはデモテープを制作したブッチビッグに決めました。アルバムのレコーディングは1991年の5月と6月に6万5千ドルの予算で行われました。ミキシングをアンディ・ウォレスが担当しました。1991年9月にアルバム Never Mind が発売されました。この作品はヘビーメタルからポップスのファンまで幅広い音楽ファンに受け入れられ、3000万枚を超えるセールスを記録しています。全米1位を記録しました。またシングルカットされた Smells Like Teen Spirit は90年代の最重要曲として挙げられる楽曲です。アルバム Never Mind はメジャー市場を意識した作品となってしまったことで、カートは否定的な発言をするようになりました。しかし完成当初はサウンドプロダクションも含め非常に気に入っていたようです。バンドは一気にスターダムを駆け上がりました。また彼らを中心にグランジという音楽ムーブメントが注目されるようになりました。カートは1992年2月前年から付き合い出したコートニー・ラブと結婚します。同月、日本とオーストラリアで EP「ホルモーニング」が発売されました。これはアジア・オセアニアでの市場獲得を目指し、日本とオーストラリアのみで発売されました。今日は2人に大事なお話があります。え、何何？まあまあなあ、歌詞基本俺書いてるやん。で、曲もまあまあな、俺が中心やし。俺、どう考えても 75% ぐらいもらう権利あると思うねんけど、印税。まあまあ、わかった。まあ、そら、そやな。うん。ほんなら、まあ、こっからな、そんな感じでやっていこうか。しゃあないな。いやいやいや、こっからっていうか、デバーマインドからちゃんとな、こういうの、ちゃんとやっといた方がいいから。ネバーマインドってこの間のアルバムからってこと？これからだけじゃなくて？それちょっと気悪いわ。マジかよ。なんかな。1992年3月、カートはこれまで均等にしていた作詞作曲の使用料を 75% 受け取る権利があると主張しました。メンバーは了承しましたが、このことはバンド内に緊張を生みました。ブレイクとともに様々なメディアに書き立てられ、そのことが原因となり、パールジャムのエディベーダーとの間に確執が生まれました。ガンズ&ローゼズとの間にも確執が生まれました。もともとガンズのボーカルアクセル・ローズはニルヴァーナのファンでしたが、カートが一方的にアクセルとガンズ側を批判したため、
対立関係が生まれました。あかん、なんか子供の頃からやけど、お腹痛いねんな。あかん、調子悪い。カートは慢性気管支炎と原因不明の腹痛に苦しめられていました。さらに薬物問題も深刻なものになっていました。1992年8月18日に長女フランシス・ディーン・ゴバーンが誕生しました。1992年8月末、イギリスのレディングフェスティバル最終日に出演しました。登場時、カートは車椅子にカツラで登場しました。これは、カートが薬物のリハビリ施設に入院していたことで、出演できないのではといった噂を皮肉ったものでした。前日のリハーサルは最悪の出来だったようですが、カートの熱演もあり素晴らしいステージになりました。またライブ中、真ん中でアントニー・ホジキンソンという人物が踊っていました。1992年12月にインディーズ時代のシングル、 B 面曲、未発表曲やカバー曲などを集めた企画版インセンスティサイドが発売されました。レーベルのゲフィンがなかなか次のアルバムをリリースしようとしないバンドに痺れを切らし発売した作品でした。1993年2月にインディーレーベルタッチ&ゴーからジーサスリザードとのスプリットシングルを発表。オーザギルトが収録されました。1993年2月バンドは3枚目のアルバムの制作に取り掛かります。プロデューサーにアメリカインディーズの重要人物スティーブ・アルビンが迎えられました。楽曲は前作のメジャー志向からより暗く、カートの内面に切り込んだ内容になりました。レコーディングにかかった費用は$24,000。要した期間は1週間という短期間でした。アルビニさん、これ印税報酬の書類なんですけど。いや、だから最初に言ったけど、そんなんいらんし、規定の報酬だけもらうし。アルビニはこの作品のプロデュース料について自身の心情を理由に、通常の慣例となっている印税として報酬を受け取ることを断っています。1993年9月にアルバム In Utero が発売されました。発売当初は前作と同様の路線を期待するリスナーからの拒否反応もありましたが、その後多くのファンから支持される作品となりました。セカンドギタリストいんねやって、手伝いに来たで。あざす。同年10月よりバンドはツアーに出ます。バンドはセカンドギタリストとして元ジャームスのパッド・スミアを迎え入れました。1993年11月ニューヨークのソニースタジオでアコースティックライブが録音されました。この作品は1994年11月に MTV アンプラグドニューヨークとして発売されました。1994年初頭、ニルバーナはヨーロッパツアーに乗り出しました。3月1日にドイツのミュンヘンで行われたショーがバンドにとって最後のショーになりました。3月4日の朝、ローマにてコートニーがホテルの部屋で意識不明のカートを発見、病院に搬送。残りのツアーはキャンセルされました。カートは薬物リハビリテーションに入るよう説得されましたが、1週間も経たないうちに施設を去りシアトルに戻りました。1994年4月8日、カートはシアトルの自宅にてショットガンで自らの命を絶っているのを発見されました。たった3枚のアルバムで音楽シーンを塗り替えたニルバーナ。カートの死後、ドラムを担当していたデーブ・グロールはフーファイターズを結成し、現在もロックシーンを牽引する存在になっています。今回はニルバーナの解散までを見ていきました。ご視聴ありがとうございました。